3月22日、1日の取引が終わりました。日経平均株価は昨日に比べて72円と77銭高、4万トンで888円と43銭でした。今日一番高いところ、朝方9時4分に4万1087円と、4万1000円台をつける場面がありました。まあ、極めて強い動き、日経平均株価4万1000円台にワンタッチしたという1日でした。トピックスも 17.01 ポイント高 2813.22 でありました。プライム全体の 65% 1083銘柄が上昇、全体の 31% 520銘柄が下落ということで、上昇銘柄数の方が多く、日経平均株価トピックスともプラスという1日でありました。ちなみにトピックスの史上最高値ですね、こちらがバブル期89年12月18日につけた2884です。2884がトピックスの過去最高値であります。今日の高値が2818ですので、最高値までおよそあと60ポイント程度というところにトピックスも迫ってきました。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均株価は窓を開けてギャップアップした昨日、引き続いて続伸です。まあ、週末ということもあって、さすがに上に一気に行くというところには至りませんでしたけども、終わり値同士で比べるとプラス、そして今日は上髭の一番高いところ、朝方には4万と1000円台にタッチする場面がありました。日経平均トピックスとも買われているというところで、東京市場の主力銘柄おおむね強い動きでした。7203のトヨタ自動車、今日は為替がドル円で151円の80銭台と、かなりの円安水準に触れています。まあ、こうしたことから採算改善期待がかかる輸出関連のところ、今日はおおむね買われています。まあ、自動車ですとか半導体関連銘柄が今日は買われました。トヨタ自動車も明確に直近の高値を上抜いておりまして、上場来高値を更新、今日は73円高 1.9% の上昇でした。一方で株式市場これだけ活況を呈していますので、まあ、このところ買われていた証券株やや一旦小休止となったのが8604野村ホールディングスであります。まあ、こちらも日経平均株価と連動するように、まあ、このところ上げ足ですね、上昇ピッチを早めてきております。一旦今日はまあ1000円が見えたところ、1000トンで2円にタッチしたところで、利益確定の売りも出たようです。結果的には4円と20銭安 0.4% の下落でしたが、まあ、足元非常に強い相場が続いています。今日の東京市場、日経平均株価が4万と1000円台にワンタッチする場面がありました。終値で見ても日経平均トピックスともプラスで引けています。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。